あ、もうすごい目いってる。そう、これよく見たらほら、これルーナちゃんとかペコラちゃんとか、なんかカナタンとかチョコ先生とか、なんかいろいろ混ぜてるけどね、これね。ものすごいね、これ。これなんか幼稚園生のイラストとかになりそうだよね。なんかさ、幼稚園の子にさ、皆さん、今日は、イラストを描きましょうとか言ってさ、できた絵がこれみたいなね。ちょっとね、病んでんのかなみたいな。ちょっとなんか心配になるなーって思っちゃうよね。幼稚園児がこういう絵描いてたらね。みんな幼稚園の時に、どんなイラスト描いてた？みんなは。ねえ、ちなみにはーちゃまはね、隣にね、はーちゃまの隣の席の子がね、ものすごいイラストが上手な子だったからね、それを丸パクリしてね、もう全部模写してた。全部模写してたね、はーちゃまは。しかもさ、なんかさ、はーちゃまさ、その子のイラストをさ、模写するじゃん。そしたらさ、はーちゃまの隣に席に座ってた子がさ、はーちゃまのイラストを模写し始めるみたいなね。お次が、おいしょ、こちら。すごい。いや、すごいよね。画力がすごいよね、まず。てかさ、こういうさ、なんか昔のさ、漫画っぽくない？結構。めっちゃ髪の毛テカってて、なんかすごいこの線がさ、すごいよね、昔の漫画って。画力がすごかったよね。この右にいるやつは一体なんなんだこの、こいつは。なんか手がなんかハサミみたいになってるけど。すごいあ、これ、歯茎みたいな形してんだね、このね。歯茎じゃないのか。この謎のセンスね。この、片方は革靴を履いて、片方はハイヒール履くって超バランス悪いよね、絶対これ。うん、片方の革靴を厚底にしないとね、ものすごい、こけそうだよね、なんか。歩くのバランス悪そうね。歯茎みたいな形してない？これ。歯茎じゃないわ。歯か。歯みたいな形してんね、これ。スポンジボブ。いやいやいや、スポンジボブがちょっと、なるほど、スポンジボブがちょっとだけリアルになった時みたいな。いや、もう、やばいね。なんか不思議な感じするよね、これ。なんかちょっとなんか、あれ、やばいね。これ寝れなくなっちゃうんじゃないのみんな。これ、寝られてるよ、私たち。ね、みんなね、寝るときはね、このね、右側のね、キャラクターに気をつけてくださいね、ほんとに。グロすぎて。さ、グロいアニメといえばさ、最近、はーちゃまのね、めっちゃ好きなアニメがね、小学生の時に見てたのが、ハッピーツリーフレンズ。あれすごいね、流行ってたんだよね。ハッピーツリーフレンズってすごい流行ってて。で、最近思い出してさ、YouTube で調べて見たんだよ。いや、面白いよね、あれ。ハッピーツリーフレンズ。なんか可愛らしいんだけどね、ああいう狂気がすごい好きなんだよね、はーちゃま結構ちっちゃい時から。ぜひね、見てみてください。ハッピーツリーフレンズ。海外に聞いたの方がわかるのかな？もしかするとね。はい。ということで、次。あー、キモーい！ということで、おいおい！なんかエロいんだけど！いや、胸がムニムニ！あー、もうセンシティブで、もう、さっき誠実そうって言ったのになんだこれ。うわー、エロい！でもこれね、あれだよ、YouTube 的にね、肌色じゃないから許される、これ。やばい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 。でも、はーちゃまね、なんかそういうね、なんか、やっぱり、はーちゃまエロい目で見られると、ちょっとね、よくないよ、やっぱりね。みんなのアイドルだからね。そんなよくないんですね。あ、じゃあね、この、次いけますよね。あ、すごい！いや、もう落書きじゃない！いやいや、瞳がめっちゃ綺麗なんだよな、これ。要件も聞こうか。かっこいい！こういうイラストめっちゃいいんだけど！かっこいい！これはやばい。鼻から煙吹いてねって。確かに。いいんだけど、これ。